2時間以上歩きっぱ疲れた。というわけで、2時間以上歩いたんでくったくたになったところでサンドイッチと黒糖カフェオレをいただきました。黒糖カフェオレはお願いしたら薄めにしてくださいって、コーヒーうさ苦手だから。そしたら牛乳たっぷりにしてくれてむちゃくちゃ美味しかったわ。そこのヤギさん立派じゃん。そしてやっとうさの好きなこの離島っぽい幹ですね、ハトマっぽい立派なヤギさん、めっちゃ立派なヤギさん、めえ、これちょっと待って、こっちじゃないの、こんなすぐついていいの、ここは海水浴場ではありません、泳ぐつもりはないので大丈夫です、水着もありえません。ちょっと待って、あ、でも確かに距離的にそんなにないんだ。あ、似てるね、あのハトマの。あ、いいよいいよいいよあのね、振り向いた牛に似た形の岩があって、振り向き牛の岩ってそのまんまの名前のね岩があるんだって。どれなんだろう。あ、この浜いいんじゃね、ちょっとサンドイッチここで食えばよかったな。え、ちょっとヤドカリじゃん、わかる、これ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 ほらヤドカリだよ、これ置くよ、ほらほら動いてんでしょ、ほらほらほら、ヤドカリだヤドカリだヤドカリだ身の丈に合ったさないです。よくこんなとこまで上がってきたね君。ヤドカリさん踏まないようにしよう、貝だと思って踏んじゃう。わっ、おお、なるほどね、どれが振り向き牛の岩なのかすぐ分かった、あれが振り向き石の振り向き牛の岩ですね、牛がこっち見てるみたい。へー、干潟になってる。カニ発見、カニ生きてるよ、ほらほら見ててね、いくよ、逃げた逃げた、すごいすごいすごい、早い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 、こいつ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 、いくよ、ほら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 すごい、もうヤドカリうれうれいるんだけど、もう珍しくないぐらいいるよ、ほらヤドカリってさ本当に最初ちっちゃいんだね、ほら痛い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 かわいい、でも君たちカモンでしょ、餌くれると思ってるでしょ外に出ました、サメに触らないで、そりゃそうだな、まだ雨降ってない、よかった。え、サメいんの、いるいる、これサメやで、いや怖い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 これは怖い、ガチザメよ。そこのサメは寝とる、そこに一匹いるんだけど映んない、このさサメに触らないでの絵がさえぐいんだよねこれデリシャス美味しくいただかれちゃってるよ、
ますよ。えい。あ、お、魚そこ。お、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 お。もう君ここで待機してんじゃん。ほい。さあ来るか。お、うわ。小ヤギさん、小ヤギさん。メリーさんの小ヤギさん、めー、かわいいね、めー、めー、あれかわいい、しゃがも、私ヤギアレルギーないかな、犬猫はあるけど。ヤギは大丈夫かな。かわいいけど、かわいいけど、よしよしよし、食べないで、食べないで、食べれない、食べれないの、シャツは、シャツは食べれないの。これ食べれるものじゃないから。これ通称取る、通称お姉ちゃん、イエイ。食べれないの。プズマリとは、ちょっと行ってみましょう。あ、あ、これがプズマリ？え、何プズマリって、てか調べてから来ればいいって話だよね。調べてから来いよお前っていう。何何、なんかすごい危険危険のマークがいっぱい貼ってるけど。プズマリは海上を行く貢ぎ船や異国船を監視するため。遠見台として琉球王府時代に使われた黒島で一番高い場所です。八重山の島々にこのような遠見台があり、船が見えると火や煙を使って遠見台から遠見台へ次々と合図が送られ、あ、やっぱのろしだよね。石垣島の蔵元、琉球王府の役所へ通報されました。今危険ですから注意してください。あ、ハトマにもあったよね。確かに確かに、高むい、もう読めないわ。まあ日の宮、なんかあの、うん、あれのろし上げるとこだよね多分。ここが一番低くなってるからここから登るんだろうな。へえ、こりゃすげえや。一番高いんだねここが。へえ。で、今のプズマリのところからなんと海に出る道があって、これ地図載ってなかったよね。位置的には昨日の夕方見た中本海岸とさっきのあの振り返ってる牛のやつの真ん中ぐらいだと思うんだよね。こっちは浜と磯が交互みたいな、ちょうど半々みたいな場所。あ、これは、いや綺麗なんじゃないこれ。白砂超綺麗。いやー、いいですなー。蝶々がすごいいるんです。いや、綺麗です。多少藻が打ち上がっていますが綺麗です。曇りですが綺麗です。波も穏やかです。なんでしょうね、この穏やかさは。いいですね。もう歩きすぎて足も手もプルプルなんですけど、どうやら雨が降らないで済みそうな予感がしてきたので、可能な限り
ここでのんびりして帰りたいと思います。あ、これ中本海岸ね、最高。では心は早速石垣に渡りました。早いもんでね。でこのね730記念碑がある730通り、通称この隣が、夕暮れなモール、いわゆるお土産市場なんだけど、さこの730通り、730通り、正式名称わかんないんだけどね、これが大好きなのよ。この雰囲気が、あの国際通りよりしょぼいんだけどそのしょぼいのがたまんなく好き。この雰囲気ほんといいよね。で明日の朝ごはんを食べる場所はね見つかってないんですよ。前回はねゴードンっていうところで食べたんだよ、24時間営業だから。でもそこがコロナで朝営業やめてて、だからなんかテイクアウトで買えるようなお店ないかなと思って今ブサ探してます。ちなみに夕ご飯は、ゴーヤーチャンプルにミニ八重山そばに、なんだっけ、もずくと、ジューシーっていう最高の定食でした。ちょっと酔っ払ってる感じがするでしょ。さ最近ねお酒あんま飲んでなかったじゃん。コーレグースっていう調味料があって、それって泡盛に唐辛子をつけてあるやつなんだけど、それをね味変でドバドバかけて食べてたら酔ってしまいましたダメじゃん。あ、そうそう、これポーク卵ご飯、これがもし明日の朝買えたらいいなと思って。すいません、あの朝って何時からやってますか？7時半からになってます。7時半から、はい、ありがとうございます。なんか食べてこう甘い系ってこのブルーシールアイス？そうですね、になりますか。ブルーシールアイスの、はい、ベニモで、というわけで7時半からだって。美味しそうなんだけど、どれにしようじゃあ今から紅芋アイスを食べながらうさの大好きな730もしくは730通りを歩いて帰るので動画は切らせていただきます。またね。ブルーシール食べ終わったんだけどさ、730通りの何がいいってさ、こういうライブやってる三線とかがさ聞こえるんだよね。あれがね英福食堂トニーそば、やばい店。ほらもう早速おじいちゃんがやばいでしょ。やっぱおじいちゃんがほら店で前でお姉さんに絡んでるでしょ。え、何テイクアウト始めたの？本当におじいちゃん多分地元民は近寄らんのやろな前回あそこ飛び込んだ時に録音回しときゃよかったな。マジで面白いんだよあそこのおじいちゃん。あの月曜から夜更かしとかに出てきてほしい。そういうタイプの面白い。やばい、23時間営業とかを一人で回してんだよ。すごくない？でなんかその営業熱心のすごいとかじゃなくて、なんか伸び伸び冷え冷えの麺を普通に出してくるっていう、ちょっとずっと喋ってるっていう。
わー、ここもいいね、いいね。これあちこちから聞こえてくるのいいね。国際通りはね、ちょっとギュッてなりすぎなのよね。このぐらいね、間に病院があったりとかね、間に地元のスーパーがあったりとかね、まばらな感じがいいの。おはようございます。あとは朝ごはんを買って空港に向かって帰るだけの3日目なんですけど、土砂降りでございます。1日ずれたんですかね、予報調べたら今黒島も土砂降りなようで、これは不幸中のかなりの幸いだったのではないかと思っております。